東京門蔵前国技館は、両国国技館が作られるまで東京での大相撲の本場所が開催されていた施設である。外観は純和風で、独特の雰囲気のあるものであった。東京都台東区蔵前二丁目一の一に、所在していた。都営地下鉄浅草線蔵前駅から約徒歩5分。同駅南側の改札口が広く、 南、北港戦艦の連絡通路が南側にあるのは、当時の災時輸送時における混雑緩和に対応していたものである。1941年に購入していた日本相撲協会の土地に戦後、海軍厚木飛行場の格納庫を解体した鉄骨の払い下げを受けて仮設される。収容人員は約1万千人。 二階建てで、一階は溜まり席とマス席、二階は一席と貴品席が設けられていた。GHQ により、両国国技館が接収され、相撲工業ができなくなった。相撲協会は、明治神宮外苑のの天相撲や浜町の仮設国技館などで工業を続けていたが、本格的な工業場所を求めて、蔵前に年月日の、 地鎮祭より建設を開始、翌年、仮設のまま、蔵前国技館として開館した。蔵前国技館が正式に完成したのは1954年9月である。1952年9月場所直前の9月19日、教法年間より250年にわたって続いてきた4本柱を撤廃。 この場所より釣り天井となり四色の房がぶら下げられるようになった。この時は釣り天井に屋根はなく、翌1953年5月場所からは、新名作りの屋根、5月場所より入りもや作りの屋根から改められた月の釣り天井となった。これで土俵の雰囲気が変わるのはやむを得なかったが、勝負は見やすくなった。 四本柱撤廃と同時期に1909年1月のエコーイン以来43年間にわたって本場所では耐えていた歴史のぼりが1952年1月場所より復活国技館の前は相撲情緒が大いに盛り上がった。またこの場所より弓取り式を連日結びの一番後に行うことになった。 開館式では、千代の山と鏡里の両横綱が三段構えを行った。1971年1月の改修落成記念式でも、玉の海と北の富士の両横綱がこれを行っている。この前年の5月場所からテレビ中継放送が始まり、1958年5月場所からは、東西二階席手すりに、 自動電光掲示板が新設された。1955年5月場所10日目には、昭和天皇が初めて国技館で相撲を観戦、以後天覧相撲は国技館で行われることとなる。以上のように、相撲史に残る数多くの出来事があり、土地の若時代、白宝時代、和子時代の格王金時代の舞台となるなど、蔵前国技館が使用されていた時代は、 戦後の大相撲で最も活気ある時代でもあったと言える。この時代の興行収入やプロレスボクシングなどの使用量収入が両国、新、国技館の建設費用に貢献したと言われている。プロレスではプロレスブームの出発点となった力道山、木村正彦大シャープ兄弟の一戦に始まり、力道山対木村の日本選手権。 ミルドレッド・バークラを招いて行われた、日本初の女子プロレス大会、アントニオ・イノキ対、ジョニー・バレンタインの東京をプロレス旗揚げ戦、ジャイアント・ババ対、ボボ・ブラジルのババの32分ロケット3連発、ザ・ファンクス対、ブッチャー・シークの、世界オープンタッグ選手権最終戦、初代タイガー・マスクデビュー戦、タイガー・マスク対、ダイナマイト・キッドなど、昭和プロレスの名勝負の数々が戦われた。 会場でもある。プロレス最後の興行は1984年8月2日、新日本プロレスのアントニオ・イノキ対長州、力戦であった。チョキが長州から、グランド・コブラで3カウントを奪い、プロレスでは、倉前国技館最後の勝利者となった。ボクシングでも、ポーン・キング・ピッチ対、関・光則の世界フライ級タイトルマッチを皮切りに、数多くの世界戦が組まれた。 クラマエ国技館で初めて世界王座を獲得した日本人選手はファイティング原田でポーンを11ラウンド KO で退けた後に世界チャンピオン誕生を祝福するザブトンの前が起こった。また沼田義明対小林博史の史上初となる日本人同士の世界戦が行われたのもクラマエ国技館である。なお当時は現在の両国国技館のように エレベーター式の昇降型土俵ではなかったため、プロレスやボクシングなどの工業を行うときには土俵の真上にリングを設置していた。そのため、プロレス工業に登場する悪役レスラーがリングの下から土俵の土や砂を握って反則攻撃に使うことがおなじみとなっていた。また、あくまで女人禁制の大相撲の土俵上であるために、 女子プロレスなど女子が出場する大会には次第に重なくなり花束城はリングには上がれずレスラーがリングに上がる前に花束を渡していた1953年第1回全日本剣道選手権大会1956年第1回世界柔道選手権大会の会場にも使用された漫画明日の城でも 金タッピ船の会場として描かれたことがあった。1966年5月18日付の放置新聞には、倉前国技館の跡地に収容人数2万2000人の新国技館を建設するという趣旨の記事が掲載されていたが、この年あたりから相撲人気の陰りが見えて、民放テレビ各局が相撲中継から撤退した影響で、結局この 新大国技館構想は実現しなかった。1975年10月19日、キャンディーズの、キャンディーズ1万人、カーニバル。1976年10月11日、キャンディーズ1万人、カーニバルボリューム2のコンサートがそれぞれ開催され、1万人、カーニバルボリューム2では、1万3500人が入場している。 建物の老朽化もあり1984年9月場所千秋楽を最後に閉館。翌年1月場所からは現在の両国国技館へ工業場所が移った。倉前国技館跡地は東京都に売却し、その売却域が両国国技館建設の資金となった。跡地は現在東京都下水道局北部下水道事務所と見学施設。 倉前水の館となっており、見学施設内では、倉前国技館に関する展示もある。ありがとうございます。